はいどうも、みさこんばんは、クニラです。さあ今日は勝利が巷でねめちゃくちゃ強くなったと騒がれていると思うんですけども、それについて詳しく説明していきたいと思います。なぜ勝利が強くなってるのか、何が強くなってるのか、一体何がどうなってるのかっていうのを事細かに説明していきます。まず勝利が強くなった要因なんですけども、勝利がピックアップガチャに来て、引いた人どれぐらいいますかね。俺は引いたんだけども、その弱さに、ほぼ引退しかけました。あれだけねお金を積んで引いて喜んで使ってみたら、なんだこれだと、パッと死んだとね。防御面ではすごかったんだけども、思ったより弱かった、思った以上に弱かった。でそれを感じたのは俺だけじゃなくて、いろんなユーザーさんもそうだったみたいで、もうめちゃくちゃ要望が来たらしいんですよ。どうにかしろとね、星5キャラの性能じゃねえと、そういう風な経緯があって強化されるっていう流れになったんだよね。じゃあ何が強化されたのか、ざっくり重要なものだけポンポンポンと説明します。まず一つ目、シールドが岩対応だったのが全元素対応になったと。元素ですね、すいません元素です、元素って言っちゃうんだよね。元素対応になったと。そしてそのシールド付与の状態の場合、周囲の敵にデバフ状態を付与することができると。まあこれも後で数値詳しく言うんだけども、そういう効果が付与されたと。で、プラス、勝利だけなんだけども、HP の上限によって、通常攻撃の火力等もアップするようになりましたと。今までは隕石ね、元素爆発のみだったんだけども、通常攻撃もこれで火力アップするようになりました。これはまあ、ビビたるもんなんだけども、勝利の HP を上げた時に、自分の火力も上がれるってことだね。で、シールドの強度っていうのは HP に依存してるんで、まあ両方同時に上げていくことができるってことです。まあこの3つが大きな変更点かな。でとりあえずそれをまとめると、全体的に勝利の火力が上がりましたと。でプラスシールド付与とデバフを同時にできるようになったと。まあいうことで、今まではバリアだけのサポートみたいな感じだったけども、バリアを張ってデバフも付与できて、石化もさせれて、さらに自分だけでも戦えるよってことになりましたね。でもう一つ今回のアップデート重要な変更点があって、でそれがパーティー内に同じ元素のキャラクターが2人いると、これ発動する共鳴がありますよね。この共鳴の岩が強化されました。シールド強化プラス 15% プラス、キャラクターがシールド状態の時以下の効果を与える、与えるダメージがプラス 15% される。さらに敵にダメージを与えた際、敵の岩元素の耐性がマイナス 20% されますよと。なのでシールドがある状態だったら 15% 火力が上がって、さらに相手の岩元素だけは 20% 下げる、そういう改善がされたんですね。まあ基本的に岩の元素反応っていうのはシールドのみなんで、その火とか雷みたいにダメージ系ではないんで、そこら辺の調節があったって感じですね。で次なんだけども、そんなに騒がれるほど強いのかってことなんだよね。これがね、まあなんかすごい騒ぐほど強いっていうか、あるべき地位に来たなって感じは俺はするんだけども、まあてか他のキャラが強すぎんだよねそもそも星5のキャラの頭一つ抜けてるんですよね。でも勝利はまあ、あの状態から見たらめちゃめちゃ強くなりました。てか使いやすくなりました。それがこのね、地震これのスキルの長押しの方で、まあ、自分にその玉晶シールドみたいなの貼るじゃないですか。玉晶だってのか分かんないけど、これね、このシールドを付与してる状態の時に、まあ、さっきも言った通りデバフがかかるんですけど、そのデバフがね、やーべんな、これが。このシールドがついてると、周囲の敵に全元素耐性と、物理耐性のマイナス 20% のデバフをかけれるんですよ。やばない？めちゃめちゃやばくない？まあ、弓とかね、遠距離で狙うとさすがに反映されないとは思うんだけども、まあ例えばこのシールドを自分で付与します。で、キャラクター変えて、クレイちゃんとか、そういう火力アタッカーに変えることで、シールドもあるのに、敵のデバフもかけれてるっていう。これがね、クソ強いんですよね。で、実際に立ち回ってみると、全然敵の攻撃食らわないし、もちろん自分避けるっていう行為もするんだけども、本当に保険以上の役割があるんですよね。もっと突き詰めれば、おそらく岩2パーティーで行った方が強いんじゃないかなと。で、今まで、これね、行幸さんも十分強かったんですよね。もう脳筋アタッカー。会心上げて、会心ダメージ上げて、で、ひたすらスキルとか攻撃をするっていう。なんかもう元素反応気にしなくてよかったんですよね。で、それがさらに強化されてると思ったら、まあ、えげつないよね。勝利が強化されたってよりは、まあ勝利はもちろん強化されてるんだけども、岩パがぶっ壊れたなと。まあただね、岩パは結構突き詰める特化型にしないと、多分ノイルだったら防御力ガン上げしなきゃいけなかったし、
まあパーティーにね4人いたらそれはそれで面白いけど、パーティーにいてもシールドしか付与できないから、だからそういう点でちょっとって感じはあったけど、まあ使いやすくなったでしょうね。火力上がりまくったでしょうね。まあということが起きてるんですよ。で散々今まで調節に調節を重ねてこの状態になったという感じですね。で実装されてみたらやっぱまあ強いと、うん、でね、そうしたら勝利だけで戦う可能性もあるんじゃないかなと思ったんだけど、その場合何がいいんだろうね。まあ岩プラス体力も上げなかんのだよね。岩プラスこの剣闘士もありだし、まあ鉄板だよねこの辺はね。俺ワンチャン血染めありなんじゃないかなと思って、これどうなんだろうね。血染め2の岩上げなくていいか。そうか、岩上げなくていいんだ。血染め2の剣闘士ゴリゴリ火力が高いやばくない？もうシールドとか気にしない。まあもちろんシールド付与されてなきゃいけないけど、まあシールドね切れないと思うんですよね基本的には。これね20秒ぐらいだったかな、20秒ぐらいついてるんですよ、その壊されない限り。だそう考えたらめっちゃ強くない？ちょっとやってみたいな。物理アタッカー型勝利ね、やってみたいですね。まあいろいろね中国のサイトとかを見てみて、中国のランカーがどういった構成にするのかもチェックしてみたいと思うんで、よかったらそちらの動画もお待ちください。まあそれもねチェックした後に、あなるほどこういう風に使ってんだと思って、それを情報にまとめてね話したりすると思うんで、よろしくね。はい、では少しでも参考になったかな。もしかしたら勝利で引退した人が何人かいるかもしれないですけど、これを見て戻ってきてくれると嬉しいです。ちなみに俺は勝利でほぼ引退したんで気持ちはわかります。同じです。いやあん時頑張ったけどひどかったもんな。勝利俺二突してんだよ。そう。まあこれはディオナちゃんの功績なんだけども、俺勝利二突してるんですよでね、この二突は全然強化されてないんですよね。そんなに強化されてないんですよね。それがすごい悲しいですね。まあ勝利は本当に無突でいいキャラだと俺は思います。必要ないよね。ロック突は必要ないよね。まあ4突も必要ないよね。2突ゲーズ爆発するとシールド付与できるんだけど、まあそこまで苦労してないしな。まあ突はしなくていいと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。